小西亜ゆ子は、アナウンサー、歌手、MC、番組アシスタント、ディレクター、地上デジタル放送推進大使など、様々な業務に従事している、琵琶子放送の社員、既婚、婚姻後、本名非公表、子一人、滋賀県出身、金沢大学理学部地球学科卒業。大学生時代は放送研究会の活動に、参加したり、バンド活動をしたりしていた。 2008年美和子放送に入社後、フロアディレクターなどの業務を経験する。現在は、藤井組との共働きによるアミンチプロジェクトが主な仕事である。また、2009年、牧田森勝が、いいじゃないか男だの活動をしていた際には、牧田森勝に代わり地上デジタル放送推進大使、チーム2011のメンバーとなり、 地デジ迷子撲滅キャンペーンで啓発ポスターや告知に出演した。また、完全地デジ化1年前となった2010年7月は、牧田森勝が全国高等学校野球選手権、大会芝大会の中継で拘束されていたため、再びチーム2011として活動し、京都府でのイベントや兵庫県の阪神、甲子園球場でのタイガース地デジカナイターに参加。 2011年9月16日に大阪府で行われた会談式にあたる近畿広域圏地で時間全移行報告会にはビワコ放送代表として出席し最後のサッカーユニフォーム姿を披露したビワコ放送はアナウンサーの採用を行っていないため総合職として採用された社員の中から適性のある者がアナウンス業務を担当しており小西やゆこの場合も 適正を認められ、アナウンサー認定されたことで番組で顔出しするようになったほか、地デジ大使としての仕事を担当することになった。ちなみに、牧田森勝は、報道記者、制作ディレクターも、日常業務であった。ニュース読みでさえも、外部発注である。出演番組の一部は、インターネット上で、無料配信されている。ありがとうございます。